はい、皆さんおはようございます。今日はですね、一人でレギング調校をやってまいりたいと思います。エアリティの方を購入したんですけど、エアリティですね。はい、エアリティ、これまだ墨付けが終わってないんですよ。誰よりも何よりもいち早く墨付けをしたいと思い、一人ですがレギング調校に来ております。今夜中の3時でございます。この時間だけちょっと風が落ち着くんですよ。日の出ぐらいになると風が強くなるんで、それまでにね、500アップを。それではやってまいりましょう。入りたかったところにね、先行者がいらっしゃったんで、浅場の方から探っていきたいと思います。スロータイプ、まずね、中層あたり水深がね5メートルないぐらいですね。手前にかけて浅くなってる感じ。右に入っていってるね、潮が。この潮に流れてイカも合わせてね。どこだ、どこだ、すいません、遅くなりました。来ましたよ、来ましたよ。墨付け成功なるんでしょうか、これ。どうしたんですか。いやー、すいません、すいません。どうしたんですか。見てください、これしなっちゃって、しなっちゃってますね。おじさん、もう格好が今、わー、着てますね。いいサイズですね。悪くないですよね。はい、むずいんですよね。来たかな、来ましたね、来ました。暗いから見えないんですよね。いや、振り上げれたな。うわ、ちっちゃい、上げたらちっちゃい。まあまあまあ、あ、だまだ目にかかっちゃってるな。もう期待です。皆さん、お待たせしました。来ましたよ、来ましたね。エアリティで、エアリティで一応測ってみましょうか。はい、測りましょう。こんな感じです。ですからね、はい、500以上ですから。500以上。すいません、こちらになりますから。いやー、ザッパー。よっしゃー。ザッパー、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 ザッパー。すいません、お持ち帰りさせて。お持ち帰りで。ちょっと目に刺さっちゃって。ごめんなさい。エギはね、ダートマスターのね、濁りジオンマスター。濁ってる心の時はもうこれを使うと。それでそれじゃないですか。やかましいわね。ほっときなさいよ。はい、どうぞ。どうも。つないでグーン、はい、ってことで今回はですね、まあ、そのまま調校の動画からの、まあ、室内ということで、今日は見てください、うちのね料理長リュウがね参上いたしました、皆さん。ってことはもうなんか風景でもあ、こいつら今日やるなってしかも今回は僕のわがままで食材イカとわさびとチーズを使ったイカ料理ってことで、やるの、合うの、合うの、わーと用途だ、わーと用途、わーと用途、合うの、考えよけ、ちょっと待ってなちょっとね、こちらのわがままを聞いてもろて、龍の方にですね、料理をしていただこうじゃないかと、はい、いうことで、どうですか、龍さん。もちろん家庭でできるような、はい、感じでちょっとやっていただきたいなとは思っております。じゃあこれ釣ってきたやつを自分家でできるってことですね。もちろん、こっち見とけば。もちろん、なるほど、はい、ないんでないんで考えちゃってないんで、まあ、考えてもろてそこは。はい、わ、はいはい、かりました。やっていきたいと思います。わかりました。久しぶりの、はい、レッツダクッキング言わんのかーい。こちらですね、釣ったイカちゃん。500ないんだもんな、そう、目にかかっちゃってるね。はい、さばき終わりました。こんな感じですね。あー、すごいわさび、おー、練っちゃってるね。もとなやけどね、多めにね。フラッシュバックしちゃった、この前のロシアンルーレットをやろうかと。この中の一つにわさびが入ってます。いりません、いりません。せーの、顔ちょっと前に。
怖いわよあれ。わさびにマヨネーズ。わあ、絶対うまいです。コレステロールの塊が欲しいんです。しかも伸ばすって考えてくれたら。ちっちゃいやないの。ちっちゃいんだよ。どう食べたい、細く食べたい、でかく食べたい。どう食べさせたいのよ、でか、私たち。でかく言われてるわよ。でかく食べるわよ、したら。わあ、なんかやらしいわね。こんなことされたの初めて。ああ、イカ切断しましたね、今ね。どうなるんやろう。とりあえず美味しそうな感じしかしないけど、今のところね。なんか塊が出てまいりましたが、これは何ですか。油分。油分。わー、バチバチですね。入れていく。塩コショウだけ。これだけで多分美味しいもん。うん。ああ、いいなー。もう、バターの匂いだな。これだけでビールに入るぐらい。いや、いけます、いけます。いや、鉄板ですね。ちょっと行くなら行くって。行くなら行くって。行った行った行った。ああ、行きますよー、皆さん。白いやつ、一回ぶっかけちゃってます。トロケルさん、トロケル先輩。熱い。兄弟だ。じっくり、コトコト、じっくり、コトコト。うわあ、うわあ、セクシー。うわあ、出ました、できました、できました。完成ですか。完成。あざす。はい、完成しました。おいしそう。子供かね。もううまいもん。もううまい。料理名をいきたいと思います。はいはいはい、はいはい、シンプルにもイカのわさびマヨのチーズ、もうグラタンかピザをちょっとこうイメージしてもらったら良いかと思う。和風ピザならピーマン入れてみようかとか、もうそこはもう全部自由です。じゃあ早速、はい、いただきましょう。いただきましょう。いきます。奥までね、2ついくといいとこ行かせてよ。残しとってね、ちゃんと。いや、これ行かせてよ、これは。行きなさいよ、早く。孫行きます、そしたら。はい、どうぞ。熱かな。熱っ、熱っ、あくっ、おーうまい。わさびこれうまいよ。あのね、バケット欲しくなるもん。おー、はははは、やっぱパン。うん、いる。おー、そうですか。したしたしたい。行こう、フランス行こう。フランス、トロリス、トロリ、トロリしてます。トロリしますね。あ、ほんとわさびがいい感じで、くるね、くるくるね。辛みはそんなもんなくて、風味だけふんってこう。おお、うん、リルちゃんめっちゃ効いてます。リルちゃんも行くでしょ。行きますけど、ちょっと待ってください。自分のタイミングで行きます。ダメ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 。熱いうちにどうぞ。自分のタイミングで何やってんのよ、バカね。じゃ自分でするよ。ゲソ行きたいんだ、ゲソ。行きなさいよ、行きなさい。おここ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 こ。あ、うまっ。パンです、パン。パン飲みたくなったんでしょ、どうせ。ま、僕が、うん、いいの。いいよ。責任取ってくれる。責任取りません。お持ち帰りしてくれる。買って帰ってください。え、取り帰ってください。飲まないわよ、じゃあ。食べなさい、早く。行きなさいよ、うん、行きなさいよ、あんたが。さっきやったじゃない、あんた。私もう3回も4回も食べてるからいいわよ。バカね、バカね、あなた。なんか垂れてるじゃない、これ言うてた。熱いじゃない、絶対。ちょっとやめなさいよ。怖いわよ。行きなさいよ、危ないわよ。もうもうもう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったね。すごい。もっといろいろ入れてたけどね。まん延防止やけんね。まあね、食材がないの。ないです。見てください、このシフト。締め取ります。はい、ということでぜひね、ご家庭でもねやってみてください。はい、見た感じ簡単ですね。今回のりゅうくんの料理作って美味しそうやな、俺も作ってみようかな、私も作ってみようかなって思う人は高評価ボタン、チャンネル登録、ベルマークもよろしくお願いします。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。